はい、9。さあ始まりました、まおちゃんの来るもの拒まず去るもの追わず第34回目だったはずということでですね、34回でございますよ。続くね、このシリーズ続いております。皆さんありがとうございます。なんとですね、再生回数はすごい低いんですけれどもその視聴維持率っていうグラフがあるんですよ。あるね、あの Google アナリティクスの画面にね。で、あと再生リストの再生回数、ね、再生分数が、なんとダントツで、我が番組は長いということでですね、そりゃレギュラー陣の2人が魅力的だもん。もちろんですよ、僕たち2人がもう魅力的。やっぱね、このメインコンテンツを張ってるだけ、ね、再生回数が少ないだけですよ。そうでもね、聞いたらなかなか離れない。でね、根強いファンがね、ちゃんといらっしゃるということが。ヘビーユーザーに守られている。そう、よくわかりますということで、ちょっと元気よくやっぱり。Google さんからは一番認められてるシリーズ。うん、そうっすよ。来るもの困らず。来るもの困らず。来るもの困らずですよ。またあのね、それのおかげでですね、収益もなんとなく上位にみんないるっていうね。そうだね。ベスト10のどっかには必ずいらっしゃるという。ありがとう。ありがたいコンテンツ、皆さんのおかげでございます。はい、本当にありがとうございます。ということで、今日はもう10月下旬ですよ。もうこれ10月ラスト、これも次回から11月ですよ。やばいですよ。地域チャンピオンズリーグ始まっちゃうしね。ねえ、もう相手、あの、私もあなたも含めてね、今疲れのピーク、そしてね、ピリピリしてる寝てないから、そうピリピリしてる、寝不足、うん、はい、で地域 CL のことも考えなきゃいけない。俺ね、この1週間で自宅で寝たのね、自宅だよ、うん、自宅の布団でベッドで寝たのがね、延べ6時間。お疲れ。6時間しか寝てないの？自宅のベッドで。自宅のベッドで、うん、今日何で寝たの？今日はね、地獄の深夜バスだった昨日三重県に行ってましたね。今日はあの週明けイレブンの方にも上がってると思いますけどね。ギリギリ四日市にギリギリいたんですよ、うん、ね、ギリギリまでいろいろあって、うん、あれね、あの三重と鈴鹿、鈴鹿と三重行ってきたからね。あれよね。で、四日市からね、東京に出発だっつってね、うん、4列シートのね、うん、あれですよ、4列シートのバスってやつですよ。ああ、あの大泉洋さんたちがよく乗ってる、うん、あのあれね、個室タイプじゃないやつ、ね、あ、そう、それあの隣空いてた？隣にいるわけ、ちょっと油切ったおじさんが、ね、そう、寝れないんだよってね。どんな感じ？どっちで？俺ね、窓側の席なんですよ、ガラスがある方、うん、ね、外側がそれ、そう、通路に出れないわけですよね。きついな。ちょっと名古屋泊まりますとかね、足柄サービスエリアとかでしょ、うん、油切った親父がさ、グースかね、でっかいびきで寝てるわけですよ、うん、でちょっとトイレ行きたいなみたいなのもさ、このでっかいからさ、うん、ね、クマみたいな乗り越えられないわけですよ。そいつに正面かけてやればってじゃないですよ。もう僕はもうじっとね、あの曇りガラスのね、あの暑苦しい、なんか車の車内だけ曇っちゃうじゃん、ガラス。すごいむさ苦しいんですよ、ね、そこにこうね、額をピタッとつけてね、うん、早く東京着かないかなみたいな感じで、今日です、今日まさにこの喋ってる6時間ぐらい前に着きましたよ、新宿に。いや、そんな、そういう人であなたと合流しましたよ、ね、あんたも顔見たらもう寝てねえっていう。いや、そう、ママちゃんも寝てない顔をしてるじゃないですか。寝たんだよ僕はね。寝てん、どっちかというと寝てるの。寝てるのなんだけどね、うん、疲れが取れてない、溜まってない、本当にね、うん、試合のその何、取材行ってその場は楽しいんですよ。あなたはあれでしょ、武蔵野、東京の武蔵陸に行ってたんでしょ。そう、武蔵野、いや、行ってない。行けば楽しい。そう、あ、そう、行けば楽しい、うん、行けば楽しいんだよ。行けば楽しい。そう、でも行くまでがあれでしょ、行くまでがだるい、布団から出たくないなみたいな。出たくないの、わ、うん、かる。で、あの三鷹とかさ、あの中央線っていうのはさ、カップルが多いんだよ、うん、またそうな、吉祥寺の隣だから。でさ、うん、クラブ関係者とか申し訳ないんだけどさ、三鷹の駅降りてさ、武蔵野っぽい人なんて一っ子一人いないしさ。なるほど。なんか寂しいんだよ。なるほどね。なんかみんな三鷹の駅で降りてもさ、なんかそれぞれの家かさ、あの女の家か女の家かさ、ホテルかさ、なんかにみんな行くわけでしょ。そうね。それでしけこむわけじゃん。あとはスシローかかっぱ寿司みたいな感じじゃん。でさ、駅前とかさ、はい、あのバス停のとこさ、
なんかその武蔵野っぽい人もいないしさ、うんうんうん、初めて来たらすいません、武蔵陸ってどうやって行くんですかって聞きそうなぐらい誰もいないわけよ。そうだね。でさ、また今日あの相手がいわき FC だからさ、ああいわきさん、そう赤い人、あそこ東北の、そう、はいはい、そうさ、あのチームさみんな赤いじゃん、アンダーアーマーのね、そう、うん、みんなアンダーアーマーにされてんじゃん、はい、もうあのいたの？じゃあ駅を三鷹駅降りた瞬間に赤い人たちがいたの？うん、誰でもいなかった。あ、いなかった。いなかった。だからまあ車だからかなって。あ、そうかそうか。そうだな。そうで誰もいないからさ、本当さ初めて来た人からすれば、はいはいはい、今日なんか。そうだよね。だからサッカーの試合があるなっていう雰囲気は三鷹駅の北口にはないよな。多分単なる土曜日の、そうなんだよ、単なる日曜日の三鷹駅なんだよ。最近季節がいいわけじゃないですか。うん、カラッと晴れてさ。うんうん、ちょっとポカ昼間はポカポカ陽気でさ、うん、それはもう心がウキウキしちゃったらお買い物行きたいじゃないの、うん、だからもう別にサッカーって感じの空気にはなってないよ、ね、さ重いさ重いカバン持ってさキャリーケース持ってさ機材入れてさ機材入れてさ、ね、駅から離れていくわけ寂しい方向に、ねねうん、で現場着いていろんな人と喋ってあ楽しかったって思うんだけど、うん、その帰りあの近くのマックで映像を映すなんちゃらとかやってさはい、そこでまたこう気持ちがさ沈んでいくわけよあそうなのね一回ね、はい、でそこまでは楽しいんだよ、はい、で一回沈んでいってさで今後のいろんな話とかしてはぁはぁといろいろ言った後に車の中でバカ話してそこも楽しかったよ、はいはい、で新宿の駅に降ろしてもらったんだけどそのまた新宿の駅もまたさ楽しそうな人がいっぱいいるわけ、ね、もうあの中にさ俺がさキャリーケース持ってるとさもうお金がなくてこれからバスタ行ってバスに乗ってどっか帰るんだろうなみたいなそうごめんねちょっと話途中で続き聞くけどさ、うん、こう地方在東京とかに来てないで聞いてる人いると思うんだけど、うん、もうね来たらみんなびっくりするけどねもうコロナなんかないんじゃないのぐらいの浮かれ模様だよねすごいよすごいよな、うん、どうしちゃったってぐらいみんなウキウキしてるぞいわきなんて昨日いわき側なんて密だったよ明らかに密ですね、うん、そうですね、うん、サリクのアウェースタンド密でしたねなんかそこまでしてみんな一つになりたいかと思ってたけどいや新宿とか俺も今日さすげえなーと思って、うんうん、なんかさそういうことですねそう土曜日も三鷹から新宿に出た時もあそうそう日曜日そうそう浮かれて浮かれてたと浮かれてたよ、うんはい、でさ、はい、その前日うん、僕の愛するベイスターズの試合をさ久々に見に行ってさハマスタにおうおうであの何回かな忘れちゃったけど開幕してすぐぐらいの時にさ僕が褒めた広島カープの森下投手よ、うん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 、その日も選抜、うんうんうん、ね、うん、でさいいピッチャーなんでしょで僕のジンクスなんですけどこれは勝手な僕が見に行くとですね相手のピッチャーがよく打つんですよあそう、うん、その日森下君、うん、4打数2安打、うんうん、まさかの2安打ね、うんうん、で1打点なるほど、ね、当然打順は9番ね、うん、で9回まで投げる完投投げ切ってお2-1おベースターズ弱えな弱いでしょで俺の推しの大和なんてさ、はい、8回かな、うん、交代出てきたの打順回ってこそ、うん、守備しか見れず、うん、そして武蔵野で取材をしていたその日の試合は、うんうん、なんとなんとベイスターズが勝ってるっていう、うん、ああそう僕がニアミスだそう僕のいない試合は勝つって、ね、なるほどでそのもうねその土曜日の時もねここの2人が別々で見てても揃うと絶対勝てないってやつがいて、うんうんうん、またそいつと試合後合流して、うんうん、また勝てなかったなみたいな話をしたばっかり、うんね、そう俺とその2人が揃うと勝てないんですよベイスターズがああそうですかでちょっと打ちのめされてたんですよで追い打ちをかけるようにね、そう取材だったっ、ね、じゃあこの1週間を簡単に振り返るとあんまりいいことなかったなっていうそうあのでもね、うん、武蔵野の関係者の人とかあのいろんな人と喋ったりとかできたっていうことは行ったら楽しいそう行ったら楽しいねいやもうね行くまでがね、うん、しんどい俺なんでもう昔あんなにバカみたいにサッカー見に行けてたんだろうなってぐらいその感覚を忘れちゃってて気持ちの張りがもうないんでしょないんだよなワクワクする気持ちとかさ、うん、あそこ行ったらこうしてああしてみたいなのがピュアな部分はもうどっかに置いてきてしまうもうない ね, ねなんかいや明日頑張れば試合だとかねがないの、ね、試合かこうサッカー場に近づいていくとさちょっとなんか音が聞こえたりさ、うん、その風景がちょっとサッカーの試合会場に近づくという風景がまた楽しいみたいなそういうことを感じる時代も君にもあったでしょ、うん、あった、まあ、俺にもあったよ、うん、もちろんね、うん、
もうね最近はないね。ないね。ないね。うん。淡々とね。淡々と行って、うん、で今日はどこの4部リーグの試合だろうかみたいな淡々とね。どこだどこかなみたいなね。まああとついて、はい、でなんかちょっとした緊張感も持ってるからかやっぱね。着いた時もイライラしてんだよ俺、うん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 、なんかちゃんとやんなきゃいけないってこれでも思うからね、まあ、俺に言われてるからね、うん、ちゃんとやれよって、ね、ちゃんとやんなきゃいけないってね思ってられてるからねそうイライラしてるとすっごいイライラしてんだよなるほどそうまあでもやるしかないやるしかないって、ね、来たからにはやるぞとでさ今なんかさ、酒も売ってないじゃんうん酒売ってなくて、ね、何が楽しいんだろうああそうかそうかこのコロナのねそうそうそうコロナプロトコルでねアルコールを売らないっていうのがね余計にあれだよね立ち悪いねほんとねなんかねいやだから繰り返し言うよ、うん、新宿の歌舞伎町もね三鷹の北口南口のね、うん、居酒屋には客入ってるよそうなんでサッカー場ではルンルンしてないんだろうみんなね不思議だなこの東京の光景がサッカー場ってなんかねルンルンしてないんだよルンルンしてないよな本当になんかねあの試合を待ってる雰囲気もねなんかあの分かるかななんかね親族のね仮装画を待ってるような感じの静けさサッカー場だけルンルンしてないんだよ、うん、この東京っていうね、うん、日本の首都大都会、うん、もう大都市圏3000万人か4000万人いるんで人が、うんサッカー場だけだよ。本当ルンルンしてない。本当ルンルンしてないのよ。それ以外のとこはね、全部ルンルンしてた。ディズニーランドもルンルンしてんじゃん、当たり前だけど。でバスタ新宿のね、向かいにある吉野家もね、なんかルンルンした客いっぱいいた、女の子がね。波に梅雨だくとか言って。ルンルンしてんな、みたいな。してるよな。こっちは油切ったおじさんの横で、トイレにも行けずに、俺は湿った曇りガラスにね、額打ちつけてね。やっとたどり着いたからご飯食べようかなと思ったらもうさ朝まで遊んじゃったみたいなさ、うん、ふわっとしたセーター着てる子がさ、うん、梅雨だくとか言ってるわけですよあのさでもサッカー場にはそういう雰囲気なかったよないんだよで不思議だなあれでもさわずかでもちょっと最初ウキウキしようと思ってさ、うん、あ可愛い女の子がいるああいるそれはいるよ東京にいるじゃんあのスタジアムにもいるいるスタジアムでも見かけんのよでそれを見てちょっとモチベーション上げんのだけどどっかしらで思うんだよ、うん、どうせこいつ選手に食われてるんだよおもちゃんはいつもそういうことを考えてる人ですねどうせ回されてんだろうなみたいなそうバムちゃんこういうね下水ことすぐ言う人ね心の中ではそう思ってるんですよ多分こいつ JFL オールスターだろうと思いながらさブラザーズねブラザーズなんだろうなと思いながらとかってなってまた下がるわけそうだねそうだなんか君ね浮き沈みが激しすぎるいやいちいち見るもの接するものにあ気分上がって下がってが激しいから、うん、僕はその点ね常に淡々としてるわけ、うんまあ、こんなもんみたいなね、うん、だから俺ねこんなもんって思ってるからねちょっとしたねささやかなね楽しいことがねすごいハッピーな気持ちにさせてくれるわけ、うんうんうん私にはそういう、そういうメンタリティーが備わったからね。そうだね。たまにすごいさ、ウキウキワクワクしながら三宝町喋るんだよ。こんな面白いことあった。こんな面白いことがあった。面白いことがあった。なんでかそう、最初から期待してないから、そうそう楽しいこと一個あっただけで、やっけーみたいなさ。そうだ、期待してないだけにさ。期待してないで行くって言って。そうそうそう。俺もね、基本的に期待してないの。でも期待してないからこそね、行きたくないっていう。まあそこだからこれねだからシンキング思考、ね、考え方のやっぱ違いだけだなこれで分かった状態は同じで俺アウトドアじゃないんだなあそうだねやっぱね意外と君そう基本的にね性格インドアなんだよ君ねあの実家 の, あの8畳ぐらいの今のテレビがあるとこたつがあるところの柱に寄っかかって膝抱えて体育座りで2時間ずっと黙っていられる男いられる全然意外と君インドアなんだっけで、ね、家族の人からも話しかけらなくても全然寂しいと思う今までに付き合った彼女みんなに言われたね童貞だけどさ今日元気ないのってすぐの時に必ず言われるでもねこのメインコンテンツを聞いてるね、うん、ヘビーリスナーの皆さんには、うん、僕が代わりに言うけどアマちゃんは意外とね一人になったら静かだよいやもうずっとこんな喋んないんだから喋んないよ、うんうん、ずっと不安な怯えたようなウサギの目をしてるんだから本当そうよ昨日だって僕は知ってますそういうアマちゃんの顔昨日だってそうだよ話しかけるなオーラを作るのだけはすごいからね
意外とあのそれ根がそういうとこあるね君はね。ネクラなんだな。僕はね、僕は違うんだよ。だから僕は常になんかなんとかなんくるないさみたいな精神で生きてるから、まあ今日も行けばなんかあんだろうみたいな、うん、でね行けばあるわけ。土曜も鈴鹿行って、日曜もビアティ行って、うん、いや行っただけのことはあるねっていうね、うん、いやこっちもね、うん、あの行っただけのことはあるのよ。で一人オンラインインタビュー出てくれるっていうのも実は話したからね、うんうんうん、とかね、はいはいはい、あとあるちょっとな、はいはい、絶対出しちゃいけないんだけど、はいはい、あるチームのね、はいはい、常務と喋れたり、常務、ね、常務さんと、ね、ある J クラブとね喋れたりとかね、 J クラブの幹部とね、なんとワムちゃんはね繋がったよっ、繋がったよ、はい、なんか候補の子紹介しますよなんて言ってね、うん、なんかよくいるなこういう社長とかも、散歩を歩いたら忘れてんだろどうせみたいなさ話とかしなされながらね、であとはやっぱそのどっちのクラブとは言わないけどその友達が働いてるから、うんうんうん、それで久々に再会してね、あのああだこうだいろいろ話したりとかねしてっていうことをやって、まあまあ、それはねやっぱでもいいね、その瞬間はいいんだけど基本的にはあのその時間が終わっちゃうと、うん、急にシューってなっちゃうわけじゃん。そうや、俺は違うけど、うん、君はそうだって話。そうそうそう、はい、どうぞどうぞ。でそれでさ、この流れでいくと我々、はい、地域 CL 特集がもうすぐということで、はい、地域 CL に向けてモチベーションを上げてやっていかないといけない。もう11月の6、7、8ね、うん、もう私から発表しますよ、うん、バモちゃんはですね栃木会場に行きます。そうなんだよ、栃木会場に行くんだよ。ちなみに私大人参謀長も栃木会場に行きます。そうなのよ、宇都宮に宿を取りました、うん、参謀長とバムちゃんは同じ宿に泊まりますね。でかい風呂がある。そうね。あのね、そうね、美味しいものはねある、うん、確か先月も、ね、あのあそこ餃子食ったの意外とうまかったよね。うまかった、うまかった、うまかった。で今回はまあちょっとそういうこともできるからね。あともう一つね、宇都宮在住のねあのホストファミリーがいるの。ああ、はいはいはい、はい。結構楽しいと思う。確かにな。楽しい3日間になると思うよ。そこはね。うん。だから、俺その飲み会と、ホストファミリーとの交流だけ行きたいの。そう、だから、それを楽しみに、午前中の1試合目と2試合目は、ね、乗り越えようっつってね。うん、だからね、ここまで来ると僕は異常者なんじゃないかなって思うわけよ。あのね、串焼きイレブンに僕も関わって結構長いですよ、はいはい、でね僕ねこんだけ関わってる癖してね、実は言うとね地域チャンピオンズリーグの面白さに、うんうん、がいまいちまだ何にもないん。そうだね、多分目の前の試合とか面白いのは分かるの、うん、なんかねそこに行く価値を実は感じてない。そうだね、そう、いまだにこの2020年にしてまず実は地域 CL の一体何が面白いんだろうってことを、うん、あのちゃんは実はないと、うん、なんかそう大体さ、そうするとさなんかこの辺のグルメがとかどういう、ああなんかね おもてなしフードがみたいな、盛り上がってしまう、そのさスタグルの延長線上だろそんなのみたいになっちゃうの、ね、だから どっちかというとこう冷めた目でね、そう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 、そういう今楽しんでる人たちマニアの、うん、コメントも、うん、基本的には心の中でそっと閉じて、そっと閉じるね、そっと閉じてるわけでしょ。ここのペペロンチーノがって言われてもさ、うん、ペペロンチーノかみたいな、そうなんか俺それだったら、そういうもんじゃないんでしょ。それだったらうまい海鮮とか、ね、海鮮、あ確かに海鮮食べたい、うんうん、だけど試合会場まで行きたくはないなってなっちゃうんだよね。どうなんかね、だから今回はそのさ、今回はだから宇都宮のホストファミリーと、うん、あのでかい風呂がある宿と、うん、だからさすごい、あとは楽しい夜の宴、そうだね、そこの楽しさは分かるんだけど、そのいやだからもうサッカーの大会の楽しさが見つかってなくてもいいよ、もういったらいいよ、人生なんてそんなもんじゃんか、なんかね、そこ半分はつまんないことが、めんどくさいこととつまんないことが人生の大体半分で、残りの半分がすっげえ面白いなみたいな、やっぱねこうなってるわけ、人生プラマイゼロ論だよね。なんでこれこう聞いてる人にもね、ちょっと本当いい機会だから分かってほしいけどね、うん、全部面白い人生なんかね、うん、あるわけねえだろうってね、うん、でさ望むのはいいんだよ、毎日毎日が24時間が全部充実して楽しい、うん、それは理想、うん、目指すべきなわけねえんだよと、うん、いいこともあれば悪いこともあるってね、だね、でちょうどバランス取るんだよ、うん、なんかラッキーなことがあるとさ
ちょっとつまんないことって同時に起きたりするじゃん、うん、あこれ行ってこいだなって思う瞬間って結構あるでしょ、うん、僕はもう僕はそういう悟っちゃってるから、うん、ねえ、だからいいことあるとああもうこの代わりになんかちょっとくだらないことも、ね、つまんないことも起きそうだなと思ったら僕はだから四日市泊まってたこの土日の話していい、うん、いい出会いがいっぱいあったわけ、うん、まずね鈴鹿ポイントゲッターズさん、うん、ミラちゃん、うん、かわいい見たよもうアミーゴあの週明けイレブン の, あのURL 貼っときますけど見ましたよ、ね、何やらしてんのねタイトルコールタイトルコールみたいなさあれね3テイクしてんのそうなの3テイク目あのねかあのあポルケみたいなあれ なんだっけってすぐかわいいからそれ NG 集 NG 集あるよそれ出そうよ年末に出そうよ出そうよ年末にそれ面白いじゃんあとねミラちゃん定点カメラでねミラちゃん定点カメラミラちゃん定点カメラだよね何それこれじゃあ特集番組では多分1秒も流れてないですね、うんうん、そのだからそのコミュニケーションが取れて、うん、やっぱ来てよかったなって、うん、初めて俺ホーム鈴鹿だったから、うん、鈴鹿のホームゲーム初めてだったから、うんあこんな感じなんだ鈴鹿の方も何やろうとしてるの何なんか情熱ミラーみたいなの撮ろうとしてるの、うん、そうもうねこの 今の ミラーグロスを俺が抑えておかなきゃいけないと思ってね試合そっち抜けでねこうやっぱりあの人もサッカー人ですからすごいよ前回一緒に行った時はさあの怒ってばっかのところしか撮れてないからさ今回はね非常に喜怒哀楽ねうん人間ミラを伝えたいということか素晴らしいやっぱり素晴らしい人材が今日本のねこの三重県に来てるんだなっていうのと、うん、あのね菊島ああね菊島選手って、ね、去年までブレイバックが浦安にいた選手なんですけど、うん、今年から個人昇格しましてね、うん、鈴鹿に加入してね、うん、こう僕が試合会場ついて僕の目的もね彼に来たよと、うんずっと去年1年間浦安でずっと僕は会ってたから、うん、彼とよく試合後話してた、うん、彼もねあのアップ練習が終わるじゃん試合前の、うん、アップ練習が終わってちょっと軽く汗かいてベンチ戻ってくる時にこう2人の男が目線合っちゃうわけ、うんうんうん、したら参謀長来てくれたのかみたいな満面なんでねそれであの点取って点かっこよく点も取ってさあの来てくれたから俺今日点取ると思ってましたってかっこいい俺って持ってますからその菊池の選手がだよ自分は持ってる男だから、うん、過去全て参謀長が来た試合は全部俺は劇的なゴールを取ってるとだから今日試合前に確信したんですよと今日俺来るなと今日俺の日だって、うん、で2点取ってね試合の MVP 取ってねそれであれかもうご機嫌でじゃあ岸本選手タイトルコールいいって言ったらもちろんっすよ素晴らしいね仕掛けるファイキューみたいなああいうのやってくれるとかねだかいい出会いでしょいい出会いだね楽しいこと2日間いっぱいあったね相変わらず楽しそうだねいいことたくさんあるなっていう反動で、うん、やっぱり帰りの深夜バスでさ、うん、来たかと、うん、なんで俺はこんな席に、ね、よりによって隣にね他の席はもうちょっと小柄なねお嬢さんたちも座ってるのに、ねうん、なぜ俺は番号8、うん、窓側の8、うん、俺の隣はね通路側の7、うんうん、なんで7にこいつが座るんだと俺は1回もトイレ行けなかったんだよそして今朝朝6時バスタに着いてたよ今こうやって喋ってるけどねだからいいこともあってそれがあったのかいや俺パンクしねえかなと思ってたからさね選手の連打がだから2週連続のパンク先週だってそうじゃんそうさあ楽しカリアのサービスエリア楽しかったなーなんて言って帰りにパンクする、うん、つまり人生なんてこんなもんだっていうことをね僕はね常にね心得てるから、うん、ひどいことが起きても落ち込まないようになってるの、うん、こんなもんだろみたいな、うんいいこともあればやっぱねそういう話を聞くとやっぱ自分もそのマインドに持っていかないといけないんだよねだってそうやってさどうせ24時間どうせ1年間生きるんだからそうやっぱね俺そうやっぱ俺本気で恋してきこなかったなって思うよそうだねこの状態で振られたりとかしたら落ち込むよ、ね、だから改めてこのヘビーリスナーの皆さん今はもう絶対離れてないよ、うん、今日もこのコンテンツはねなんて離着率離着率絶対長いわけ今はもうね
24分喋ってるけど、誰一人離れてないから全員これ最後まで聞いてる。もう一度言うけど、人生いいこと悪いこともあるからね、本当に人生プラマイゼロだもんね。24時間365日楽しいやつなんかいたらね、うん、地獄落ちろって感じ。地獄落ちろって感じだな。確かに どんなに外面っていうか遠目で、この人はきっとものすごい幸せな人生生きてそう、この人はきっとお金持ち、うん、ね、いい会社、あの美しい奥様ももらい、外から見るとあの芝が青く見えるんだけど、うん、当事者にとってはいやいや意外とうちの奥さんこういうとこがあってみたいなね、うんうんうん、だからそういうもんだよ。そうやってバランスって取るようになってっから、あのみんなあのみんなの人生もそこそこ行くよと、うん、そこそこしょぼいしそこそこ行けるから、うんうん、そんな感じで、あのテイクイットイーズイみたいな感じに行こうじゃないのっていうのが僕からの皆さんへの、だから僕もそうあるべきだし、ね、何でもない日ってのはやっぱないしね、そう何でもない日万歳だしね。だからきっとね、あの地域チャンピオンズリーグ、ニュージーランド下野会場行くでしょ、うん、それはね楽しい夜の宴あるわけ、うん、ただ昼間ね、なんか君がね、でこんなことになるんだっていうことも必ず一個あるから。そうだよな。それでちょっとバランスでさ、その後さまた市原ラウンドあるでしょ。あ、あるね、ゲイちゃん。どうせそれも行くんだろう俺、うん、いや別にあの嫌くなかったら来なくていいよ。ただね楽しい日もあるわけ。あのね、また市原って今年ボンズさんで散々行ったあの4階席まで機材持ってあの何往復したことかな、あの市原凛香です。俺もその時には後ろで腕組んで若い若手に「ね、机上じゃないとダメだからちょっと持ってって」とかってやりそうだもん。もうね、バモはもう俺はもうちょっとずっとピッチレベルにいるから、うん、上三脚持ってけとか、そういう立場でいたいの。もうね、楽をするエグゼクティブプロデューサー並みの立場で、ね、楽をする自信があるの。そう知り尽くしてるから君。だってね、ほこりかぶったね、あの一夜、あのね、ほこりかぶった千葉銀カップのトロフィーがどこに置いてあるのかまで知ってるんだけど。そうだよ、そうだよ、そうだよ、盗めるようなところに置いたんだよ、あんなの。入り口入ったところに右手にね、いろんな女子チーム含めたポスターがね、そうそう、ちょっと色あせてるんだぞ。色あせて置いてあるんだよ。あとね、多分ね、どっかのチームの支給品のユニフォームとかね、なんか置いてあるんだよ。うんうん、あと、ね、隣の野球場のが意外とお客さん入ってるよ、ね。入ってるよ。いろいろ知り尽くしてるのがバモちゃんなわけ。そうそう、だから、まあ、あの、決勝ラウンドも、あなた来るんだったら、うん、それは若手に教えてあげてくださいよ。そうそう、教えますよ。いやいやと、うん、僕に聞きたまえと。うん、市原凛海だったら俺が俺の庭だみたいな。もうね、地図が入ってるから頭にね。そういうことやってたら今度キャスターとかがパンクするそうそう散り尽くした庭だからね。そうなるとさ、あとどっかで財布落としちゃうとかね。ただね、うまくいかないよな。そのバランスを取っていく人生を、サッカーを絡めながら、うん、もちろんプロ野球だっていいんだけど、うんね、そういうのが、味わい深いってやつです。そうね、いやー本当、まあ、そう気を落とさずにね。いや最近やっぱね、一個一個の発言とかを僕やっぱ自分でも振り返っても本当にクソ野郎だなって思うようにやっぱなってきたね。あのだってさ、新しくできた JFL の番組あるじゃないですか。あのダゾーンじゃ見れないサッカーリーグがあるって聞いたんだけど、ところで今晩何食べたって、うんね、はい、あれのもういろんな候補みんな出してるじゃないですか。40分タイトルね、タイトルをさ、いわゆる番組のタイトル決めようっていうネーム出しね、やりました、ね、週明けメンバーでやってたけど、すごかったよ。100号ぐらいですよ、100号ぐらい、ね、出てたでしょ、うん、俺だけだよ、6でもないの1個出してさ、本当すごかったね君のタイトルは俺はね、軽くねサプライズっていう意味で驚きがあったね俺は結構好きなんだけどじゃあ、 あの幻となってるね、もう、うん、正式タイトルはもう一度よ、ダゾーンじゃ見れないサッカーリーグがあるって聞いたんだけど、うん、ところで今晩何食べるっていう、これは正式タイトル。そうで、じゃあその中でバモちゃんが考えた、今ボツになったけど私がサプライズした幻のタイトルを言って、うん、もうこれで締めていいんじゃないか。締めましょうか。幻のタイトル、バモさんが考えた、JFL をダイジェスト番組を、うん、このタイトルでいきたいってバモちゃんが言ったの、視聴者の皆さんに最後言って、うん、締めていい、本当に締めましょう。はい、じゃあ締めましょう。じゃあ皆さんチャンネル登録お願いしますということで、私が考えたタイトルはしょんべん漏れ太郎だよー
また来週。また来週。ありがとうございました。ありがとうございました。